ネイキッドは、ダイハツ工業で生産されていた、軽自動車である。1997年に開催された第32回、東京モーターショーに参考出品された。当初販売予定はなかったが、同モーターショーでの反響が大きかったため、販売を決定した。その後、1999年に開催された第33回、東京モーターショーで市販モデルが公開された後、 同年内に販売開始。ベースは前年フルモデルチェンジされたミラーである。市販化にあたり、衝突安全基準が見直された新型自動車規格に合わせて手直しはされているが、コンセプトカーのスタイルをほぼ踏襲し、実用面の各種アイディアも活かされている。バンパーおよびフロントグリルは外側からボルト止めされており、簡単に取り外しができるようになっている。 元の部品を取り外し、ダイハツディーラーオプションのカーボンファイバールックのパーツや、フォグランプを装着することも可能である。外装の樹脂部品が小さめに分割されており、擦り傷を作りやすい、バンパー角だけを交換して、DIY 感覚で修繕できるなどの合理性もあった。一般的なキーレスエントリーシステムとは異なり、ドアを閉めて、車から離れると自動的に施錠。 車に近づくと自動的に解除されるキーフリーシステムを採用している。これも突っ張り棒やアイボルトなどと同様、商用車からのフィードバックで頻繁な乗降と施錠、会場を繰り返す宅配便などの周廃業務用との車種で採用されていたものである。ただし初期型モデルの一部には搭載されていない。全高を 1550mm に抑えて、 機械式立体駐車場に入れるようにし、なおかつムーブよりも低いラゲッジルームの床高さを実現しており、これにはミラワーオックスルーバンのリア周りの設計が活かされている。軽乗用車ながら、最低地上高はクロスカントリー車に迫る 180mm を確保しているため、雪道や瓦などでの走破性も高い。また、スクウェアなデザイン、ヒンジ剥き出しなど、 無骨なデザインを生かしてエクステリアをハマー風に改造する事例も一部で見られる。車両形式 L750S 型、L760S 型、ネイキッドとは英語で全裸剥き出しの状態のありのままのを意味する言葉である。その名の通り、剥き出しの素材感がデザインテーマとなっている。ありがとうございます。